お願いします。あの時私が一緒に行ってればね。手伝ってもいいですか？誘拐した男から連絡はないんですか？先月と同じだ。たく、しょうもない。あまりあの人と関わらない方がいいんじゃないかな。彼女の方が秋菜のこと考えてるよ。元気？もういい、いいって。もっと外に出たい。でも怖くて出られなかった。奥さんとはしてるんですか？娘さんがいなくなってから。もう昔のことを思い出してほしくないんです。明菜ちゃんは生きてます。よろしくお願いします。はい、では本日の高橋宏樹のシネマ館配信も、映画監督のお話を聞きたいと思います。新年一人目ということで、まずは自己紹介をお願いいたします。はい、坂本レイと申します。今回二人静かというですね、新作の方を、監督いたしました。ですね、まあ、今回は、まあ、夫婦の話をですね形にしたいと思って、うん、まあ、はい、作った映画です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、二人静かということでね、これはもう東京の方はね、2023年に公開されて、はい、んで関西が、2024年からスタートですね、の1月からスタートということなんですけども、はい、簡単にあらすじのをお願いいたします。そうですね、まあ、子供がまあ失踪している、うん、まあ、夫婦がいまして、まあ、その夫婦に、まあ、まあ、とある女性というか、はい、まあ、自分にがですね、まあ、過去にこう、うん、まあ、長期間にわたってこう監禁されてたってい う, こう女性がこう、はい、まあ、遭遇する形があって、で、まあ、まあ夫婦の方で、まあ、夫の方は、まあ、妻のことをまあまあ求め、まあ、妻の方は子供のことを求めみたいな形で、はい、そのですね、まあ、出会った女性と、まあ、妻がこう、まあ、交錯する中で、こう、まあ、自分たち夫婦の、まあ、今後、まあ、こう見据えていく、考えていくみたいな形の、まあ、ストーリーの展開になってます。はい、すごくね、ミニシアターで見る久々の大人の映画なっていう感じで拝見はさせてもらったんですけども、割にその話の展開が読めなくて、冒頭割合認知症であったりとか行方不明っていうキーワードから始まっていって、はい、我その辺の絡みで進んでいくんかなと思ったら、我それはなんか冒頭のテーマだけであって、こうずっとまあまあ引っ張ってるところもありますけど、意外と違う展開に行ったのがすごいなと思いましたね。で、そのそうですね、今回まあ夫婦の話っていう形で、はいはい、まあ、あるまあそうですね、まあ、ストーリー的にはいろいろな形の形態の夫婦のまあバリエーションというか、まあ、どっちかというとこうトピックがあるような形は取ってるんですけど、はい、でもまああくまでなそのそうですね、まあ、僕ら結婚とい う, こうまあ制度がある中で、うん、このまま僕らはこう、うん、どうしていくんだろうというかですね、これはどういうふうになっていくんだろうみたいな形をなんかまあすごく思うことがあって、うん、まあ、そういうのもあって何かこうそうですね、今回の映画の、まあまあなまあ、物語の方に閉じ込めたいなと思ったっていうところがありますね。なんかまあまあ、最終的に言うと、ね、なんか着地点もそこなんだっていう感じで、我々愛的であったりとか体的セックス的なところがあるんですけど、我々 着地点がそこになったんやなと思いながら最後拝見はさせてもらいましたけども、結構これ、まあ、娘さんが行方不明になってから5年後の話じゃないですか。はい、これはなんかその
5年間も割合気になるんですけどね、その5年間は割合どうやったんかなと思いながら、気になりながら、なぜこの5年後からスタートしたんかなっていうところも割合、ちょっと疑問的なところあったんですけどね。まあ、年月的なことは、はい、まあ、まずは多分こう、まあ、これはもうあくまでもこう、うん、映画のシーンっていうよりは、まあ、ストーリー、はい、まあ、外側の部分で、まあ、うん、その失踪するっていう年齢が、はいはい、子供にとってどれぐらいの時期が、うん、まあ、なんかこう、まあ、ある意味ストーリー的に、うん、まあ、不謹慎な言い方ですけど、まあ、適切かなっていうのを考えてて、うん、でそういう中で、まあ、夫婦の中で、まあ、いなくなってる期間が、まあ、どれぐらいあれば、うん、まあ、その自分たちがまた次のことであったりとか、うん、これをこう継続させるのかとか、まあ、そういったことを考えたりできるのかなとか、あとこう、まあ、やっぱり子供が子供でいる年齢っていうのは、まあ、そのそうですね、まあ、いくつまでなんだとか、はい、まあ、そういうところからなんとなくこうそこまでいろいろ示唆厳密に積み木組み立てたわけではないと思うんですけど、まあ、割とこうスッとこう、なるほど、子供の年齢みたいな、まあ、自分たちに対して子供の年齢みたいなこととかの示唆で、まあ、こういう5年みたいな感じが、まあ、湧き上がってきたかなとは思いますけど、で、まあ、途中でね、リナさんという不思議な女性も登場してきて、はい、結局、まあ、彼女が、まあ、9年間監禁されてたっていうことで、だからそこの9年間とその子供がね、はい、5歳の時に行方になって5年やから、まあ、大体9年10年じゃないですか、はい、そことも割合こう絡みがねあるんかなっていう感じでも思いましたね、その9年。そうですね、うん、まあ、はい、監禁事件の方のこう、まあ、ストーリーの方は、うん、まあ後の方からこう積み木が積んだところではあるんですけど、まあ、そういう、その自分たちが抱えてる失踪の事件よりも実際にこう、まあ、戻ってくるっていう期間がまあ長かったっていうふうにですね、うん、まあ、方がまあ割とこういいんっていうのはなんかこう、まあ思ってて、まだこの先があるっていうふうな、こう、まあ感触っていうかね、2人にとっての提示になると思うんで、まあ、そういう部分はなんかこうある一定の対比はあったかなと思うんですけど、うん、私ですね、このまあ主人公夫婦と境遇が違うんで、割合こう感情のわからない部分とかもあったんですけど、まあ、特に奥さんの方の感情っていうのはやっぱりこう性別があるのでわからない部分があって、まあ、旦那さんの方の行動であるとか言葉の方がまあ理解できたっていうか、そういう感じで拝見させてもらったんですけど、これやっぱり女性視線男性視線で全然印象が違うんですよね、この映画はね。そうですね、多分、まあまあもちろん僕も、うん、まあ、男子なんで、まあやっぱり結局女性がいてもこう男性の、はい、まあ、メガネをつけて女性を見るっていう、男性から女性を見るってい こう形式はもう絶対変わらないと思うので、うん、はい、まあ、その部分は女性目線に立ちたいとか女性目線に立たなきゃみたいなことは、まあ、僕的にはあんまり根本的にはないと思うんですけれども、うんうん、まあ、もちろんだから夫婦っていう形態も、まあ、僕から見た、まあ、男性から見た夫婦っていう形態についてこう、うん、まあ、形にしていこうっていう形はまあ思ってますんで、まあ、そういう中で、うん、まあ、そうですね、男性の僕らが、まあ、夫婦の関係ということにおいて、まあ、妻に対してこうどういうふうに向かっていくかみたいな、そういう時にこう、まあ、相手がどういう存在だったら、なんだろう、まあ、今自分が思ってるようなこう、うん、こう何かこう、うん、ぐにゃっとした感触の部分を、まあ、形にできるんじゃないかみたいなところで、うん、妻の方の統計っていうのはまあ起きてるかなとは思います。あとはでもまあやっぱりこう演じてるのは女性なんで、はいはい、まあ、西山さんがまあ演じてますんで、まあ、そこの部分は逆にこう僕らから、うん、男性から発したものをこう女性がまあ消化して外に出すというようなこう経路は組んでると思うんで、だからもちろん正直僕はまあなんていうんですかね、まあ、分からないっていう言い方はちょっと変ですけれども、うん、ある一定の示唆はもちろん持ってますけど、はい、まあ、彼女がこうよりやってこう体現してるところで、まあ、例えばそれは撮影とかの時もそうですけど、うん、はい、まあ、これはじゃあ、まあ、彼女がやってることをまあ信じてみればいいのかなみたいな思い方、うん、で、まあ、撮影してたりとか、そういうこともまああるかなと思います。いろいろ託してる部分も確かにあったんじゃないかなとは思います。なるほど、ね。で、我々のその外のシーンとかが、我々ちょっとドキュメンタリータッチの撮り方をね、なんかされてるなっていう、我々印象があって、そこが我々こう生々しいというか、そういうのも感じましたね。だから、我々そこはこう、なんか普段の
生活のままが映ってるというか、まあ、そんな感じながらも、うん、はい、拝見させてもらいましたし、まあこれ、まあ、夫婦愛を描いてますけども、やっぱりなんか、はい、生命の誕生っていうところもなんか、ちょっと入ってますよね、うんうん、ぐっと入ってて、あ、それを見てて、あ、それもテーマに入ってるなっていうのは、ちょっと感じましたけどね。うんうん、まあなんかまあ僕ら、まあ僕も結婚してますけども、はい、やっぱり、まあ、で、まあ僕50になったんですけど、去年50歳になったんですけど、はいはい、まあまあもちろんね、まあ生まれて50年過ぎてるから今50歳で、でまあこのあと何年こう生きてるかわからないですけど、はい、結局こう、まあ結婚もその僕らが、まあ、人生って言い方でもあるけど、うん、まあ、生命としてこう生きてる時に行う事柄なんで、はい、うん、そういうことで言うと、そのまあ一部である一つの、まあまあでも大きな出来事だとは思うんですけど、うんうん、人生に生きている中では、まあそういう中の一部分っていうことがこうピースではあるんだけど、うん、まあまあもし形になれば、それはまあもしかしたら僕らが生きてるっていうことのまた何かの手がかり、考える手がかりみたいなことになったりするのかなっていうのは、なんか今お聞きしてても思います。そうですね。だからまあ、あの登場人物皆さんがもう生きるために必死というかね、そういうその旦那さんのね、あの同僚の女性も我々生きるっていうことに関しての行動ですよね、いろんなことがね。うん、なんか、あ、すごく、うん、生きるっていうテーマもこの映画にはあるんだっていうのを、はい、させてもらって割合思いましたね、意外なところで。ありがとうございます。だからいろんなこうテーマが散りばめてて、あの、まあ、どれがメインなんかなって分からないところが逆にこう映画として面白かったなっていう印象がありますね。まあだから僕自身もだからその本当はなんかこうね、僕映画監督だから今回の映画はこうだとか、はい、ああだとか、まあ言えば今テーマの話もありましたけど、はい、そういったことが何なんだとかって、まあ、言えなきゃいけないのかなと思うんですけど、僕自身そうですね、まあ作ってる本数のせいもあるのかな、なんかまああのあんまりそういうことがこうしっかりこう自分の中で言葉にできたりとか、まあもちろんなんかこう掲げたりとかはできなくて、うん、まあなんかあの本当今回もそのとある夫婦のまあブログをですね、まあ、ブログだったかブログの記事を読んで、うん、まあ、その人だの夫婦なんですけどね、それであの、まあ、僕自身も何かこう思うところあったんだと思うんですけど、うん、まあなんか夫婦っていうこう形態や関係っていうのに少しこう、うん、やっぱりなんかこうモヤモヤするものがあって、うん、まあそれをこう形にしたいなみたいなのが、まあ映画今回二人静かの出発で、まあまた最終的にももちろんそれが形にできても、それがこうどういう方向だったとか、自分がどういうことを考え始めたとか考えてたんだっては、まあ出来上がった後、あの知ってね、そのなんか自分で振り返って初めて知れたりはするんですけど、でも何かこう、そうですね、なんかこういうものを打ち出すんだみたいな形でちょっとまあやってはいないんで、そういう意味も含めてなんかもしかしたらこうある種いろいろこうその中の要素として、まあ、その見た人が、うん、あの見つけてもらえることがあったりするのかなみたいなことはちょっと今お聞きして思いますけど、まああのね、監督の過去作も全部、まあ、カップであったりとか夫婦であったりとかで愛であったりとか、まあ、セックスであったりとか、その辺は基盤でね、まあ、作ってはるんで、この作品、まあ、その路線といえばそのもう監督らしい路線の作品ですよね、うん、なんか特集上映の作品を見てて、内容を見てて、あ、監督の色はこうなんだなっていうのが、まあ、なんか分かってきました ね、 ね、自分ではあんまりちょっとそれで分からないんですけど、うん、まあまあなんか僕はあの、まあ、ピン国営っていうところでね、ピンク映画やってましたんで、うん、はい、まあ、そういう意味で言うと、まあ、裸、女性の裸がこう出てくる映画、まあ、女性の裸を題材にする映画、うん、まあ、性描写を題材にする映画っていうことではまあやってきた中で、うん、でもまあ今回こうやって二人静か撮って、うん、あ、なんとなくこう自分の中ではこう夫婦みたいなのは、まあ、さっきテーマの話ありましたけど、はい、なんかやっぱモチーフとして少し続くかなっていう感じは、まあ、思ってますね。で、このね、映画のね、最後もね、もうすごい静かな余韻が残るんですね。見終わったで、ね、うん、なんかぼーっと割合何分間かはこうなんかすごい余韻が残って、何答えが出ない余韻ね、静かなね、なんか余韻が我浸りましたからね、私自身なんかこう、まあ、そのエンドタイトルの後にもちょっとね、ワンシーンがあって、それもあるから余計に
すごく余韻が残るっていうか、うん、作品でしたね。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい、まあ、なんかあえてどうこうっていうことも、まあ、自分の中ではなかったんですけど、うん、まあ、なんとなくこう、組み立てていく中で、まあ、なんか、そうですね、まあ、僕も改めて、こうやって話したらいいけど、まあ、こうやって、二人静か、まあまあまあね、僕らみんなで作りましたけど、はい、うん、でそれ自分自身も、まあそっか、これで作ったし、あ、まあこれから改めてまた考えようかみたいな感じの部分はまああるんで、そういう意味で、なんかあれですかね、映画の余韻みたいなのも、まあそういうところにあるのかな、なんか。はい。で、まあ、二人静かっていうことを調べますと、まあ脳の演目でもありますし、先ほどちょっとこの収録前に話させてもらう花言葉がね、いつまでも一緒っていうのがあるみたいなんで、それを考えてみると、うん、なんこう最後のラストが全部わかるかなっていう感じですね。そっか、うん、なんか静かっていう、まあ、なんか僕さんでそういろいろ高橋さんに言われて、あ、そうかって、そうか、もうなんか僕自身が、あ、そうか、あ、そうかって、教えてもらうことって、そういう思いでこの題名かなって思いながら逆入ってね、考えたんですけどね、だからこうしっくり、やっぱりこのぴったりの題名ですよね。と思いますよね。いや、そう言っていただけると嬉しいですね。なんかこれがなんか夫婦物語とかなんか違うとちょっと違うんですけど、うん、やっぱり二人物が静かっていうことで、はい、非常にいいと思います。我々本当にしっくり、あの大人の映画だなと思いましたので、もういろんなその、ね、R18 の部分ありますけどね、もうそれもしっかり描いてはるんで、それはそれで良かったかなと思います。ね、協力者に今岡慎二監督も入ってたんで、まあそうです、その今岡団地で撮影してるんで、そうです、そのエキスが入ってるかと思いながら拝見させてもらいましたね、まあ、はい、非常にその辺で面白かったと思います。はい、まあ、いろいろお話しさせていただきますけど、最後になりましたけども、メッセージよろしくお願いします。はい、1月13日からですね、はい、重曹の第7芸術劇場で、はい、二人静か上映となります。はい、東京ではですね、なかなかこう二人静かというタイトルながらお二人で見に来てくれる方なかなかいらっしゃらなかったんですけど、はいはい、よければお二人で見に来てくれるような形になれば嬉しいなと思います。はい、僕もまあ劇場を伺いますんで、もし見つけたら声かけてもらえたらと思います。はい、よろしくお願いします。二人割引せないといけないね。最近夫婦割引がなくなったの、逆にね。なくなりましたもん ね, ね。だからこれでまたちょっと期間だけ復活さすかですね。それも面白いか分かりませんね。はい、分かりました。ぜひとも微力ですけど応援させていただきます。本日は忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。